そうした十字に王艦の艦級である2隻が建造されその艦名は第一次世界大戦でイタリアが獲得した2つの都市トレントとトリエステにちなむなお順道警官にボルツァーノがある第一次大戦後にオーストリアハンガリー帝国海軍の解体後イタリア海軍は地中海を挟んで退治するフランス海軍を仮想的に定めた 同海軍は高速かつ強力な兵装を持つ大型駆逐艦を揃えており、イタリア海軍の小型な駆逐艦では対抗が難しかった。そのため、イタリア海軍では大型駆逐艦に対抗可能な火力と速力を持つ高速警防御の軽巡洋艦を建造することとした。これがコンドッティエリ型軽巡洋艦であるが、 トレント級はさらに火力を追求して、条約制限いっぱいの8インチ砲を搭載した、高速巡洋艦を建造した。それが本級である。ワシントン条約の制限下の、条約型重巡洋艦として建造されたが、排水量が1万トンを超過し条約の制限を超える艦となった。トレント級の艦型を示した図。トレント級は、高速を発揮を発揮しやすくするために、 同時期のイギリス海軍の巡洋艦と同じく縦横の比率の強い細長い船体形状を採用していた。艦首水栓下には初期からバルバスバウを採用していた。艦首構造の内部に水上気格の凹庫を持ち、水上機は艦首艦板状に埋め込まれた固定式型パルトから出される。その後部から手法を箱型の連装砲塔に収め1.2番手法等を 背負い式で2機が配置された。トレント級は、操ダ環境を基部として頂上部に即居技を乗せ、中部に戦闘環境を持つた、全部三脚章が立っていたが、公け試み中に三脚章の振動を抑えられなかったために全部に2脚を足して五脚章となった経緯を持つ。このデザインは、ザラ級まで受け継がれた。環境の背後には日本煙突が立つが、 機械のシフト配置のために前後が離されており、その間は関西低置き場となっており、2番煙突前方に配置された後部三脚章の基部についたクレーン1機により運用された。原則甲板上には広角方を棒立て付きの連装砲がで片元4機ずつ軽8機配置していた。2番煙突後方の後部甲板上に後ろ向きに3.4番手砲塔が 背負い式に2機配置した。完備水面下には中央に大型の1枚舵を挟むように、片弦2軸ずつ、計4軸にスクリュープロペラがついていた。トレントを描いたイラスト。トレント級の手法は、国産のモデルズ 192420.3cm 法を採用した。この法は、重量 118kg の砲弾を使用した場合、 行革45度での射程距離が2万8000メートルとなる。この方イタリア海軍の従順洋艦では初の連装式の砲塔に収めたが列強の同種艦と異なりイタリア海軍の条約型従順洋艦は最後まで左右の方針を同一の方艦に据え付ける形式を採用した。これは方針の間を狭めることにより 砲塔の小型化と機構の簡略化を狙ったものであるが、代償として、正射時に左右の砲弾の衝撃波が相互に干渉し合って散布海が広がる弱点があり、イタリア巡洋艦のウィークポイントとなった。砲塔の旋回は、守備線方向を0度として、左右150度で、不行角度は、行角45度、深く1.5度で、発射速度は、 毎分1.5から3.4発である。広角砲は1927年 10cm 広角砲を採用した。この砲は設計年次が古く、原型は第一次世界大戦前にシュコダ社でオーストリア・ハンガリー帝国海軍向けに製造された計11型 10cm 砲であり、戦利艦に搭載されていたこの砲を複製し、砲画を 改めて弊社法から広角法に転用したものである。原型が弊社法であったため砲耳の位置が低く、そのままでは工業各自の装填操作が困難となることから、転用に当たり採用された広角法側は、行角が大きくなるとそれに応じて砲耳の高さが高くなる機構を有していた。性能は 13.8kg の砲弾を使用した。 場合行革45度で、射程距離15,240メートル、最大行角85度でい、高1万メートルであった。旋回と不行は、電動と人力で行われ、360度旋回でき、不行は、行角85度深く5度であった。発射速度は、毎分8から10発だった。これを連装砲画で8機16門を搭載した。 砲火の機構が特殊なため不行操作が重く、実際に広角砲として使用するには目標追随能力が十分でなかったとされる。イタリア海軍の艦艇ではトレント級が最初の搭載艦となった。また広角砲を補うためにモデルズ 19174cm 機関砲を採用した。これは第一次世界大戦前に イギリスのビッカーズ社より、ライセンス生産されたもので、イギリス海軍では、ポンポン砲として、第二次世界大戦時も使用している砲である。この機関砲を単装砲がで4機を搭載した。その他、近接対空用に、モデル 1931-13.2mm 基銃を採用した。その性能は 0.051kg の基銃弾を、 行角45度で6000メートル、行角85度で2000メートルの高さまで届かせることができた。不行能力は、行角85度、深く11度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、上部構造物に回を制限された。砲側の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、 補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分500発である。この機銃を連装砲がで4機を搭載した。他にも53.3センチメートル魚雷発射管4、連装2機を搭載した。1937年の改装により、10センチメートル、広角砲、12.7ミ、mm、リメートル銃お及び40ミリメートル機関砲の、それぞれ一部を撤去し、 代わりに 37mm 機関砲8門と 13.2mm、機銃8丁を搭載した。第二次世界大戦において、トレントは、ビガラス作戦の阻止行動中の1942年6月15日に、マルタ島からの空襲により、ひかみなり、同日イギリスの潜水艦アンブラにより、再度魚雷攻撃を受けヨニア海で沈没した。 半数以上の乗員が死亡したが、その一部は、護衛に当たった艦が投じた爆雷によるものと見られている。トリエステは、1941年11月21日夜に、イギリスの潜水艦、アトモストの雷撃により大破した。トリエステは、メッシーナで修理に従事した。だが、1943年4月10日に、 ラマッダレーナ港にて、アメリカ陸軍の B-24 爆撃機により、数発の爆弾を受けた後、沈没した。スペインに、航空母艦への改装のため売却する計画もあったが、実行に移されることはなく解体された。ありがとうございます。